けどこれで縄張り持ちは2体か。ねえねえ気になったけど縄張り持ちってどうやって決まるの？確かにノームの親おっさんガーディアンはそんな強いとは思わなかったよね。まあ悪いけどそれはお前らの感覚が麻痺してるからだろうな。まず縄張り持ちってのはその付近に生息するモブより強いのは確実。縄張り持ちの強さまではいかないがある程度の強さを持った奴ら。きっとそいつらが帝国にビジターとして入っていったんだろう。でも戦ってる感じビジターは帝国のレジェンドや兵器より弱かったよね。いやそれはきっと帝国の強さが上振れた結果だろうな。僕らが帝国にいた時代はあのビジターに対抗できるやつなんていなかった。大体帝国は500年に一度の大きな地震、それで滅びてるという歴史がある。今回はビジターの襲来もある程度生き延びてたんだ。正直これは帝国の知恵と戦力が普段よりもはるかに優れてたんだろうな。そっかだからあんなに何度もビジターを。じゃあもしかしたらあっちの世界にもまだまだビジターが？だが君らは帝国の王を倒した。基本的にビジターは次元の扉が開いている時にしか出入りはできない。あれでも私らが最後あっちにいた時は多分開いてたよね。うん、でも帝国が機能してなきゃ文明も進歩しないはず。だから新しく強いビジターをそっちに送る必要もないと思うんだよな。確かにあっちには私らが最後に見た変なやつ、なんか青いひし形のやつがいたもんね。青いひし形。なるほどら見えるか。へーら見えるって言うんだあいつ。まあ普通に考えてこっちの世界の装備にアイテム、それで縄張り持ちのボスと戦えるようになるんだからな。そのレベルが帝国に入ってけば一瞬だろうよ。君たちが戦った奴らは全然弱い方。相手の強さとこっちの成長、どっちが先に上に行くかが勝負の鍵になるだろうね。いやーさすがに負けてられないよ。よしが全やる気が出てきたぞ。そんじゃまず前回取った大量のアイテムたちで今よりもっと強い装備を作っちゃおう。素材集めしてたら一気に夜になっちまった。この辺拠点の近くの森じゃないから違うのが出ればいいけど。おいしおんなんかいるぞ。うわあまたこういうタイプかよ。いやでも今まで見たやつとは全然違う。体力も300ぐらいだしこの装備なら余裕でいけるだろ。きっとこいつがこの辺の縄張り持ちのボスだな。意外とこの装備でも結構削られるね。体力は少なめだから2人で攻めて一気に終わらせちゃおう。よし分かった。一旦回復より火力優先だ。今は持ってる武器が殺人しかないけど攻撃速度で火力を出そう。上に打ち上げるならそのまま振り下ろせ。殺人も思ったより高火力になってるな。アゴニーが壊れてるだけでこの武器だってめちゃくちゃ強いんだから。ほらあっという間に半分切った。で私もハートシールド全部持ってかれてるな。相手もこの装備にこんな短時間でこのダメージ、長期戦にしてたら絶対勝ち目がないぜ。でも残念相手は私たちだからね。あれあいつどこ行った？ずっと攻撃してないとこっちは回復しちゃうのに。あーほら今更来たってある程度回復済み。こっから最高速度で火力を出してこいつに次の攻撃はさせないよ。これで終わりだー。よーし、それじゃあクラフトタイム。まずはこれから大量に必要になってくるやつを作ろう。地下で取れる虹色の鉱石にイリディウム、それに赤青緑の魂を合わせてスペクトルソウルの完成。これが今後いろんなアイテムを作るのに必要になるんだ。そしてこの真っ黒い素材、こいつが次の装備にするために必要不可欠のやつだな。これ運よくチェストからゲットできたけど本来結構めんどくさいアイテムだよね。その素材は前回倒したトライアルガーディアン。そいつが落とし杖で岩盤上にある特殊な鉱石を浄化して採掘するとゲットできるやつだ。めちゃくちゃゲットするまでめんどくさいじゃんそれ。でも一つあればさっきのスペクトルソウルで増やせるからね。まあ今回はラッキーだったってことさ。そんでこれ本当にぶち込んでいいの？そう、その黒いやつを赤い液体に流して別のアイテムを生成。この新しいアイテムと黒いやつ、それとイリディウムで次の装備の素材ができるぞ。よっしゃ、そんじゃ次の装備ちゃちゃっと作っちゃおう。そんでこっから先の装備はイリディウム装備がベースになるのね。他の素材にもイリディウムはめちゃくちゃ使うし、小屋洞窟生活もまだまだ続きそうだね。よし、そんじゃアップグレード用のアイテムを作るよ。真ん中に黒いやつ、そんでイリディウムとさっき作ったエンプティエッセンスってのを4つずつ設置すれば完成。このなんかまがまがしいやつでさらに強くなるんだね。さあそしたら火事台にイリディウム装備、おっさんガーディアンの落とした火事型、そんでこの新しい鉱石を入れれば。よし、これで新年装備の完成。なんか見た目ものすごく魔女っぽいな。うん、これ強いけど私には似合わないわね。あ、それならエンダーブラスターと合いそうだし私が着てもいい？まあじゃあこの新しい装備は一旦しおんのだな。じゃんってことで着てみたよ。お、お前結構似合ってんじゃねえか。ちなみに武器を構えればこんな感じ。なんかすごい暗殺者になった気分だよ。いいねいいね、かっこいい。そんじゃ装備もできたことだしサポートアイテムも作るとするか。よし、まずはライフリングを強化しよう。クリスタルハートに黒い丸、ライフリングと新しいインゴットでライフリングの強化版。これで体力プラス2からプラス4になったわね。
そんで次はカラのリングとルビー。この二つを組み合わせてルビーのリングの完成。そんでこいつにさらにルビーとピンクの粉を混ぜれば、これでルビーのリングの強化版の完成。よしこれで私の考える最強の構成を作ってやるわよ。ってことでこれでいいかな。まずはこいつ。こいつはダッシュアビリティってのを使うと炎の突進ができるの。そこそこの範囲で相手を燃やせるんだけど、もちろん自分も燃えちゃうってのが弱点ね。そこでこのアイテム、これは炎のダメージを無効化する上に燃えてる間再生能力1を付与してくれるわ。そんでもって体力プラス2の効果まで。そしてさっき作ったルビーのリング、こいつの効果は燃えてる間攻撃力増加2を付与してくれる。なるほど、燃えてる間は超強化状態ってことだな。あとはダブルジャンプと体力増加。とりあえず今はこれが私の中で最強の構成だよ。ってことでここがビルが言ってた場所かな。すんごいめちゃめちゃ険しい山だねここ。本当にこんな場所にスニッパーなんているのか。いやいや似てるのは地形の色合いだけでしょ。だいたいあんなのっそりしてる生き物がこんな場所にいるなんて想像もできないよ。でもそいつも縄張り持ちなんだよな。全然想像ができない。正直スニッパーだし余裕で倒せちゃうと思うわよ。おっ、なんかめっちょっと飛ばされたんですけど。え、なんであいつがあっちに。というかあれがスニッパー？いやいや完全に二足歩行してるやんけ。それにあのブニブニボディじゃなくて超マッチョだよ。なるほど、確かに突然変異って感じだね。まあ弓が効くほど痩せてまた TP したんだけど。なるほど、この拍手の音でお前とスニッパーの位置が入れ替わるんだ。マジか、すんごいめんどくさい能力じゃねえか。ガラスめっちゃ打ち上げられた。世界魔化力クソ高くなかったか。もしかしてこいつ私らが想像してるより全然強い。おいおい、なんだよこの青い玉。でも速度全体が突進してくるのかよ。でもおかげであの玉は食らわなくて済んだ。チップまた TP だ。これじゃあどっちが盾をもらってるのか分かりにくいね。それなら二人交互で攻撃する方がいいんじゃねえか。で、そうだ、サポートアイテムの効果を使おう。これなら燃えてる間攻撃力と再生能力がつくからね。ただその再生能力はあくまで1だろ。こいつの火力を見るに回復絶対追いつかないぞ。いやマジでこの装備でこのダメージ食らうのやばいだろ。しかもこっちの動きに完全に適応してやがる。こいつ下手したら帝国の王より強いんじゃない。あー、可能性は全然あるな。とにかくこいつ物理攻撃が痛すぎる。そんで速度も体力もトップクラスだ。だったらこっちも火力を上げたいね。だからその上に打ち上げるのやめろって。スキルモーションで落下ダメージを無効化して攻撃力増加がついてるうちに火力を出す。よし、私もエンダーステップで一気に距離を詰めて火力を出すよ。よしよし、シオンもグッとスキルに慣れてきてるな。そんで私も負けず高火力を叩き出す。テクソスキルのタイミングでちょうどダメージ増加が切れた。いやでも今のウェーブで一気に完全削れたぞ。なんだか最近アボニーの火力が高く感じるんだよな。だからこっからもっと短期決戦に。ってなんだ。え、なんかあいつ固まったよ。もしかして今のでもう敵に色になったんですけど。おいおい、あれ本当に弱瞬間移動してきた。なんかいろいろヤバそうな効果音だけど大丈夫か。マジかよ、さっきの弾だけじゃなくてビームまで。おいおい、さっきのでも強かったのにレベルアップしたのか。それにさっきまで地上にいたのに急に空飛び出してる。これが穏やかな心を持ちながら激しい怒りによって目覚めた伝説のスニッパー。その説明いろいろ大丈夫かわからないけど、まあ要するにさっきより格段と強くなったってことね。まあでも体力は残り500切ってるし、アゴミーの火力も上がってきてるし大丈夫よ。あっこらまた空に飛んで、これされると私たちで攻撃倒せないんだよ。一斉このビームマジで強い。やばいねこれ、一瞬かすっただけでハート5個ぐらい持ってかれる。近距離攻撃も相変わらずの火力だね。あの高さには攻撃できないな。え、ちょいちょい火力が高すぎるんだって。え、マジ今の一瞬でこんな減ることある。とにかくビーム系はマジで当たらないようにしないと。あんなん何発も食らってたらたまったもんじゃない。とりあえずこのビームの時は回復にリソースを割こう。そうだね、この技はどっちを狙ってるかがすぐわかる。近距離戦闘の時は気合で押し切るしかないね。さあそして降りてきてるなら今のうちに火力アップで一気に攻めたい。一気に距離を詰めて攻撃を仕掛けるよ。燃えてるから攻撃中にも回復ができるの便利だね。そんでこいつが上に飛んだらビームの合図。まああんなの当たらなければどうってことはないし、なんならこっちは回復ができるからむしろラッキーな時間かも。よし一旦この隙にハートシールドを貯めよう。こいつのおかげでまだ耐えれてる部分もある。あーもうまた TP かよ、めんどくさい。おいてめえ、おっとりした顔でだるいことしてくんな。おってもまた上に飛んでるからビーム攻撃だな。アップねえ、かすったぐらいで済んでよかった。ほらそんな攻撃じゃ私らは仕留められないぞ。さあ体力は残り1/4。このままいけばなんとか倒せそうだ。手嘘でしょ、何これ。こいつ地面から大量のエネルギーを集めて。ちょっとそんな大きいのどうやって避けるのさ。手待って、しかも盾は私の方かよ。だーいってやっぷねー。おいマジで体力ギリギリで生き残ってるじゃねえか。シオンの装備は私のより防御力がちょっと高いからね。そう考えると今の私がもろに食らってたら危なかったかもしれない。あんな攻撃何回もされたらたまんないわ。がっつり削ってさっさとこいつを倒しちゃおう。さすがにここまで強いとは想定してなかった。これでこっちの世界の奴らが本当に化け物って実感できたぜ。あーもう全速力で回復しようとするせいで上位金リンゴが残り1個になっちゃった。大丈夫、そんなのまた作ればいいんだから。よし、炎のダッシュで一気に距離を詰めて。で、ここで飛ばれたらスキルが当たらない。おい、そこビーム直撃するぞ。アップね、エンダーステップで致命傷はギリギリ回避。ほんとこいつ死にかけのくせにヒヤヒヤさせやがって。あっ、次は最初の青い玉。こんなんビビらずいったもん勝ちだ。さあ、距離を縮めてまずはスキルを貯める。炎のダッシュで青い玉は回避。よっしゃ、ギリギリスキルが溜まった。これで終わりだー。終わった。
通のスニッパーに戻った。いやーまさかあのスニッパーがここまで強いとは。ねえねえ見て見てあいつこんなの落としたよ。おっなんだこれサポートアイテムか。となるほど他の鍛冶型も落としてる。またいろんなアイテムのクラフトがはかどりそうなんだぜ。とりあえず一旦拠点に戻ってアイテムの整理をしなきゃだね。そんじゃとりあえず夜になるといろいろめんどくさいし、全速力で拠点まで突っ走るとしますか。